まずは後ろから中四国勢がアクションを起こします。そしてこの4番の今野なんですが、前へと攻め上がっていって残り2周、4番の今野がここで先頭に変わりました。中四国勢、そしてこの上を愛知勢が叩きに行きますか。4番今野が切った上を2番の桜井が叩いていって、あとは後方から奈良コンビ、3番の田村もすかさず巻き返してまいりまして、中段さらにはそのまま前を叩きに行きました。3番の田村が先頭に変わっています。6番の竹田が2番手、そして3番手の内目に2番の桜井、そのアウトコースから4番の今野、さあ中四国勢がすかさず巻き返してまいりまして、4番の今野が先頭に変わる。追走が1番の大須、さらには3番手、ここで3番の田村なんですが、7番の高島ここはしのぎ切りまして、あとは後方から2番の桜井、愛知勢まくってまいりました。最終の2コーナーからバックストレッチ、逃げていく4番の今野勇気、まくりで襲いかかって2番の桜井、さあ桜井のスピードがいい。追走は5番の鈴木信之、さあ愛知勢が先頭2番手完全にできりまして、この後ろを切り替えていって1番の大須、さらにはこれに続いて7番の高島で4コーナー回ってくる。先頭は2番の桜井、桜井先頭で最後外5番の鈴木か。